き上がってきたマットラック・ファレに対して正面からいった、いった両膝だ、そのままそのままいった、いや、もう乗っかったままのジャックナイフ、いや、そのままいきました、素晴らしい、いや、さらには腕四十字を狙いにいきます、いや、さまざまな技の引き出しを次から次に上げていく吉橋、いや、ガッシリクラッチしてますね、いや、ただここから持ち上げていくのがバットラック・ファレ、こんな G1 見たくない、ゴングが鳴りました、返していくホルマン・ページ、リングの中央で両者がエルボーの打ち合い、ページ選手のエルボーも非常に重いんですけどね、鈴木さん、よくやるね、よくやる、これ怒らす、それもアメリカだったら You fuck up っていうのが起こりますね、怖くないのか、この男が、これ面白い、これは立ったんじゃなくて立たせられたんですよね、ここから宙吊りに、それこそ公式系ですよ、隙間作らないと、そして完全に落ちるしかないですよ、これはここから、あ、やばい、力がハグマン、ハグマン、まあ、レフリー見てますけど不可抗力でしょうね、これ投げ倒すような威力がありました、もう使ったら使ったら、これはレフリーが見ています、そしてこの間にそしてレフリーも巻き込まれた、じゃあそのための2個目、ジェイン・ホワイトがバイバイセル、ここまで読んでたってことじゃ、全て計算済みか、ジェイ・ホワイト、なんという25歳だ、いやミラノさん、そのための2個、ここまで考えていたんでしょうか、まあ、まあ、全部の状況が正しいか分かんないですけど、いや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 、決まってしまうのか、決まった、突き刺したブレードランナー、全て思惑通りか、トップロープに座った状態、期待値最大の技ですよね、なだれ式になりましたね、なだれ式のドラゴンスクリュー、トップロープ、トップロープ、なだれ式で何を見舞うのか、ここから、いや、やばいやばいやばい、この高さはやばいですね、エルガンの背中に、うわー、なだれ式のブレーンバスタード、どうだエルガンか、エルガンボムがエルガンボムが回転するエルガンボム、もう一回バックルパワーボム、戻ってこないね、戻ってこないね、エルガンボムが回った、回った、いやいや、なんだなんだ、回転、いや、丸め込んだ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 、どうだ、決まった、ええ、え、え、最後一瞬の隙、まさに一瞬の隙、いや、そしてこれも危険な香りがしますよ、花道で、花道で、なんとかここは、おっと、今度はイーヴィルが脳震から花道で、いや、串田さん本当に驚きの攻撃ばかりです、この大量、そして助走をつけた岡田和志か、正直イービルが吹き飛んだ、ツーストーンファウル、きた必勝ボタン、超えた岡田和知か、雨が降ってんのか、岡田は強く振っちゃいけない、ダークネスイービル、雨が降ったんだ、イービル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 、
やめて、棚橋さんがかわいそうだから。まあ、棚橋さんにはかわいそうだけど、日本武道館初日岡田勝って優勝します。